あの人は言ってた。掟を破る奴は忍者として最低だ。けど仲間を見捨てる奴はもっとクズだって。そうだろ先生。我が里に戒厳令を発令する。あの光と共に第四次忍界大戦が起こるぞ。命を懸けて里を守る。それがカカシ先生の火の意志だ。ヒルコを通すにはこの方法しかない。里のために死んでくれるか、カカシ。先生が里を抜けるなんて俺は信じねえ。必ずみんなで助ける。この鈴に誓ったんだ。大事な人を必ず守るって。これが俺たちの火の意志。劇場版ナルト疾風伝、火の意志を継ぐ者。先着限定100万名様に入場者プレゼントがもらえる。